これは広報神戸に入っていた、神戸市北区の、有野、有馬周辺というものなんですけども、ここでね、唐戸中学校の近くからこう点線引いてるところ、ここもう工事いらないんですよ。余計にエネルギー消費するから。これちょっと神戸市議会とか本当にどうなってるのか、もうそれとももうトンネル、作ってしまった方なのか、ここもいらない。これもいらない。もともと一般道路でこうつながってる。こういうふうにね、道がつながってる。こんなところ山一時穴掘る意味がない。エネルギーの無駄遣い、資源の無駄遣い、ガソリンとかのこと。残り54年分、先々まで掘っていく分を想定して数字出してる。なくなったら当然、食料、供給回らない。物流が全部止まる。発電もできなくなる。ガスの7割以上は石油が揮発したもの。天然ガスも。残り49年分、ガスの方は。枯渇したところ、完全に気化したところ、あります。完全に気化したところがガス田です。石油の採掘しながら、基本的にガスも採掘しています。気化しますから。まだ余計な工事しようとしてる連中も一回ちょっと捕まえなあかん、本当に。キリない。全部差し押さえ、重機から何から何まで仕事できんようにする、させるために。昔から足場組んでる奴ら、今日も向こうの方からカン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 音鳴らしとったけども、この辺りでしょっちゅうそれしよう。もう鬱陶しい。で、エネルギーの消費、これを節約しなきゃならないから、意味のない足場組み、いらない。最初から建物の解体で足場なんか一軒家はいらない。そういう解体の方法があります。周りに、建物がこう倒れたりしないように、周りに、杭を打って、木の杭を、そこに、それなりの、分厚いビニールシートを周りにきちっと、ピンと張って、まあ、手前の方に、ちゃんと倒れるように。で、重機使わないで人間で、解体できる家は解体できます。大抵のところは本当はそうです。で、そういう家作りにしなきゃならない。建物解体するときに。それはこの間、撮影しに行った、船坂峠を越えてじゃなくて、有野川の上流、五社駅近辺を撮影しているところですね。河川水門回式ダム発電のところから見れます。正確に言うと、ホームページ淡井圭介の履歴の、YouTube 一覧表、自然再生可能より河川水門回式ダム、地下水流ソレートトンネル発電。ああ、回転扉式がちょっと抜けてましたけども、まあ、とにもかくにも、まあ、老朽化して放置されている建物が多いのと、耕作放棄地が多すぎる。で、カン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 音鳴らしてる暇あるんだったら、桑で、畑を耕すこと。で、米作るか、小麦作るか。大麦がいらない。それはビールの素。そんなものを作ってる暇があるんだったら、バイオメタノールを作らなきゃならない。するべき仕事っていうのを間違えてる人たちが多すぎる。これ、暮らしの防災ガイドのところに、ああいうふうなマップの地図が出てきてるんですけども、防災とトンネル工事をするのは意味が全然違う。ガソリン車の販売を、生産、ガソリン車の生産を、まず、すぐに停止、世界中で。今年中にそれができなかったらもうどうしようもない。昔もこの話、その時にしていれば今頃、ガソリン車がたくさん、稼働していなかったということになる。で、ヘッドホンつけて聞いてもらったらわかると思うんですけども、車のドアの音、うるさい。で、2003年に、建物解体されてる。で、そこの、裁判所の、判例に背いているから全員即逮捕や。で、いい加減な連中はすぐ集まってくる。ガソリン消費して。
で、この辺のガソリンスタンドの値段をレギュラーで220円以上に上げなきゃなんない。他のところだったら、200円ぐらいで販売してる。で、長い間160いくらという、法外な値段で売っていた以上、公正取引委員会、どこの地域でも同じ値段で売ったらいい。220円。このあたり。それせんかったら無理。議員が動かへん。そいつら、差し押さえたらええ。役立たん議員なんかいらん。余計な工事して、医療機関利用して、警察官に化けて、精神病院入院させて、金儲け、ふざけんなよ。やりすぎや。刑務所いられんだけでもまだありがたいと思うよ。三審等以内の請求や。どの一族がしてきたかなんか簡単にわかることや。調べたらな。ここ26年前まで遡ってか30年前までや。阪神・淡路大震災の後。余計な工事を続行しとった連中や。契約はあるから、いらんよそんなもん災害の前で。無効や。それぐらい覚えとけ。エネルギーの残存量問題、これは国連の課題や。それが最上位や。それを下回る内容が上位に来るわけないやろ。真面目に仕事せえへんやつはいらん。神戸市議会と兵庫県議会、全員に言うと、今まで30年間働いてきた人間や、議員として。そいつはすぐ、複数で歩いていて、年齢が上だからって言って、淡井圭介に敬語なしで喋りよ。上下関係間違えと。原告の方が上や。世界中の政府上層部で認められているのは淡井圭介であって、その辺の市議会の人間じゃない。県議会の人間でもない。その辺の国会議員レベルでもない。真面目に生きてきた人間かどうかや。どこもかしこもピンハネ大王ばっかりや。ピンハネっていうのは一人者を弾くっていうことじゃない。横領事件側の方や。